皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は 2.5D で表現される新作 RPG や新作アニメ調シミュレーション RPG、 さらにロボットファン必見、最大60名で入り乱れて戦うオンライン SF メカアクションや、メタスコアで86点を記録し、知る人ぞ知る名作スクロール型アクションの続編、さらにハイクオリティで表現されるオープンワールド MMORPG など、バラエティに富んだ内容となっております。どれも魅力的なタイトルですので、ぜひ最後までご覧くださいませ。チャンネル登録お済みでない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。一つ目のタイトルはバードウォーズ。リリース日は未定、ジャンルはストラテジーアドベンチャー RPG、 開発はベイジンウィユーインタラクティブテクノロジー、プラットフォームは iOS、 Android。開発のベイジンウィーヴは、中国最大規模のブログサイトウィーヴを運営するシナコーポレーションの子会社で、ゲームウィーヴォー .com の運営を軸にプラットフォーム事業をメインで行っており、簡単に言うとビリビリゲームスのような感じとなってます。余談ですが、親会社であるシナコーポレーションは2012年に DNA と中国版モバゲーに関わる業務提携をするなど、知る人ぞ知る企業で、そんな大手企業の傘下であるベイジンウィーヴが満を持して制作発表したバードウォーズは、 2.5D で表現されるストラテジーアドベンチャー RPG。 見ての通り豪華なグラフィックで仕上がっており、 2D ドット絵と 3D カートゥーンレンダリングの技術を融合した 2.5D ピクセルで再現されたアートスタイルは、ノスタルジックさを味わえるアートスタイルとなっていて、どこか懐かしさを感じさせつつも、バトルは迫力のある内容となっていて、単調となりがちなバトルも戦闘のテンポを早め、戦闘中の爽快感が味わえる仕様。 PV 上では4名編成になっているのですが、前回のベータテストの結果を受け5人編成に変更されております。バトルにおけるキャラクターのスキルの再構築と最適化を実施するなど、遊びやすさを追求する回収が行われているようです。また本タイトルはマルチプレイ要素が強く、 PVE、PVP、ギルド対抗戦などあり、それらをスムーズに遊べられるよう、スキップ機能やオート機能、さらにオフライン時での放置要素が備わっていて、ほとんど指を動かすことなくキャラを強くしていくことが可能なようです。オクトラをフューチャーしつつも、オクトラにはない要素をしっかりと加えることで独自性が出てきていると思います。マルチ要素メインなので、ゆっくりのんびり遊ぶことは難しそうですが、 2.5D で俺強いしたい方にはなかなか良いゲームなのではないでしょうか。ちなみに現在第2回の CBT が実施されており、遊ぶことができたので導入部分を触れたのですが、フィールド移動からバトルなど全てオートで進行させることができ、テンポよくストーリーを進めることができます。キャラ育成に関しても手軽く行うことができて、目標がマルチコンテンツなので、日々オートで分回し育成してマルチプレイで俺強いするのがセオリーですかね。日本展開は微妙ですが、気になる方はぜひ調べてみてくださいませ。続いてのタイトルはロボットファン待望のロマンの塊、メカブレイク。リリース日は未定、ジャンルは SF メカアクション、開発はアメージング C3 ゲームズ、プラットフォームは Steam、 PlayStation、 Xbox。 開発元のアメージング C3 ゲームズは、昨年美少女 TPS スノーブレイクをリリースした中国に拠点を置く開発スタジオ。そんな開発元からロマンあふれるロボットメカアクションがリリースされるということで、2024年3月23日には大規模対戦が楽しめるオフラインイベントが新宿で開催され、すでに本タイトルについては様々な情報が出ており、知っている方も多くいるかと思います。当然参加していない僕はにわか野郎ですが、気質の情報をもとにこのゲームどんなものか簡単にお伝えしようと思います。本タイトルはお分かりの通りロボットシューティングアクションとなっていて、プレイヤーは攻撃型、格闘型、狙撃型、防御型、支援型の5タイプの特殊メカ、メカブレイクを操り、他のプレイヤーと戦うといった内容。3vs3 や6vs6、さらに本作の売りとなる最大60名による大規模戦闘が楽しめるマシュマークモードが実装されており、256平方キロメートルにも及ぶ広大なマップを舞台に、6人1チーム全10チームで競い合い、最後に生き残った1チームが勝利となるバトルロイヤルモード。
と力強く紹介しておりますが、やってることはよくあるバトロワなんですが、違いはやはりこの作り込まれたかっこいいメカのパイロットになって大規模戦を駆け抜けることができるという、メカに乗って俺杖したい男の子女の子の夢を叶えてくれそうな、何かを成し遂げたいロマンの詰まったタイトル。ただそれだけではなく、しっかりと RPG 要素があり、チーム内では同じ機体に乗ることができないというルールがあり、それぞれしっかりと役割が設けられているので、そこがまた楽しめる要素の一つ。とはいえ、様々なメカの操縦はできるようになっておくことで、いざ被った時に代替が効くようにしておくことが重要。そのため結構やり込めそうな感じとなっております。よくあるメカものは機体の動きが重厚感あって、ロボットしてるんですが、本作は機体の動きがかなり機敏でスピード感を持った戦闘が楽しめるのも特徴的ですね。どことなくガンダムブレイカーに近い感じがします。ロマンの詰まったタイトルなので、ぜひメカブレイクのパイロットになって戦場を駆け抜けたい方は、4月26日からベータテストが実施されるので、まだ応募してないって方はぜひ応募してみてはいかがでしょうか。概要欄に URL を記載しておきます。続いてのタイトルはプロジェクトクレセント。リリース日は未定、ジャンルは不明、開発はエーブルゲームス、プラットフォームは不明。開発元のエーブルゲームスは韓国に拠点を置く開発スタジオ。日本でもリリースしている放置系 RPG 月うさぎの育て方を制作した開発スタジオ。そんな開発スタジオから新作プロジェクトクレセントの世界観をメインとしたティザー PV が公開されました。現状どんなゲームなのか不明で、韓国の主要情報サイトからいろいろと調べたんですが、ゲーム内容に関する関連記事がなく、ちょっと違うアプローチで調べたところ、分かった内容はプラットフォームはモバイル、ジャンルはシミュレーション RPG、 さらに日本展開が視野に入っていそうです。最近韓国のアニメ調タイトルだとアルケランドやエバーソウルがリリースされていて、この辺をベンチマークにしゲームに取り入れている可能性があるので、かなりアニメ調の演出が多いと推察します。特にシミュレーションというジャンルにおいてアルケランドが先行してリリースしているので、バトルシーンはかなり似てるような気がします。さらに韓国といえば PVP が人気でもあるので、エンドコンテンツとして実装されそうですね。そして見ての通りキャラゲーでガチャがはかどりそう。早ければ今年の G スターあたりで新情報が公開される気がします。という感じで、まだまだ憶測の域を出ませんが、今後情報があれば改めてお知らせいたします。続いてのタイトルはエンダーマグノリアブルームインザミスト。リリース日は2024年3月25日。ジャンルは探索型 2D スクロールアクション RPG、 開発はバイナリーヘイズインタラクティブ、プラットフォームは Steam Switch PS4 PS5 Xbox。 本タイトルはメタスコア86と世界的にも高評価を得ているエンダーリリーズのシリーズ作品。ソウルライクでメトロイドバニアなアクションを存分に味わえ、幻想的な世界を探索できるのが魅力。物語の概要は、前作エンダーリリーズから数十年後の物語を書き、ホムンクルスを救済する力を持つ調律師ライラックを主人公に、暴走する悲しき人工生命体ホムンクルスによって滅びゆく終末世界を舞台に、破壊と再生の物語が展開されるということで、現在 Steam でアーリーアクセスできるので試しにプレイしたんですが、さすがメトロイドバニア風ってところで、探索範囲の広さといい、戦闘における難易度の高さといい、マップデザインが絶妙すぎるバランスで、うまいところに敵の配置がされていたりと、やりごたえ十分あって、そして BGM がかなり良くて、前作エンダーリリーズも音楽がマジで良いって話を聞いてたんですが、調べたところ、どうやら楽曲制作には世界基準の音楽制作集団ミリーが携わっていて、リズムゲーム、デーモの楽曲やゴブスレのオープニングなど様々な楽曲を作っているのですが、その中でもデーモの一部楽曲に採用されているのは結構すごいなといった印象です。気になる方はちょっと調べてみてくださいませ。話が逸れてしまいましたが、この BGM が没入感を高めてくれるんですよね。ある意味集中できる感じで、すごくゲームにのめり込めてしまうという、全体通して評価通りの良作だなといった感じです。
気になる方はぜひ Steam チェックしてみてくださいませ。続いてのタイトルは王者栄養世界、リリース日は未定、ジャンルはオープンワールドアクション RPG、 開発はティミスタジオ、プラットフォームは iOS、 Android、 PC。 開発元のティミスタジオは中国巨大企業テンセントゲームスの子会社で、今回紹介する中では最も開発にお金をかけているタイトルかと思います。本タイトルは中国屈指の人気タイトル王者栄養をベースとしたオープンワールドアクション RPG、 クロスプラットフォーム対応で展開される予定となってます。でそもそも王者栄養ってなんだって方のために軽く紹介すると、テンセントゲームスが2015年よりサービスを開始したマルチプレイヤーオンラインバトルアリーナで、プレイヤーが2チームに分かれて 5vs5 のリアルタイムバトルを行い、敵の本拠地を破壊するのが目的。今年で8年目を迎え、デイリーアクティブユーザーはなんと1億人を超え、登録者数は2億人を優に超えており、さらに23年全世界モバイルゲーム売上ランキング1位となるなど、世界で最も遊ばれているゲーム。さらに今年はグローバル展開の地域拡大を図り、すでに事前登録者200万を超える人気の高さが伺えるタイトル。日本でも2018年、伝説対決という名前でリリースしており、現在も絶賛サービス提供中。しかしながら日本ではモバというジャンル自体が不人気のため、あまり盛り上がっているような印象はないのですが、世界的にはとんでもないモンスター級タイトルで、そんな王者栄養をオープンワールドとし、さらに世界観に注目の SF 作家である3体の原作者の短編小説ウェブリークラウドをもとに、王者栄養世界の開発が進んでいるようです。まず3体ってなんだって話なんですけど、以前何度か動画でもお伝えしたのですが、中国は数年前から SF 人気が高まっていて、その火付け役として3体という SF 小説が大きく影響している感じです。最近ワウワウやネットフリックスで独占実写ドラマ化されてますよね。なのでこの原作者の作品を起用することで、それだけ注目も集まり、さらに王者栄養をベースとした作品ともなると、テンセントさんも力の入れ方が違ってくるのかなと思います。PV 見る限りクオリティの高さが伺えますよね。どことなく PSO2 ニュージェネシスに近い感じのアクションが楽しめそうな感じがします。現時点でリリース時期は未定ではありますが、着実に開発が進んでいるので、今年の中国最大のゲームショーチャイナジョイで何かしら発表があると嬉しいかなといった感じ。最新情報があればまた改めて紹介しようと思います。はい、今回はバラエティに富んだタイトル5本を紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。どれも楽しめるようなものばかりですので、日本展開のあるものはぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。